ういう。なってる。ライブで、うん、暗い中でやるときに、うん、プレイヤーミュージシャンが分かるように どこを叩いてるか。ああ、え、これライブで使うときはないよね。あるよ。あるの？うん、1回だけか2回だけぐらいは使ったよ。うん、あ、そうなんだ。うん、そう、あの同期ものをやる人のやつを人力で同期を。あー、なるほどね。そう、だからこのリバースとかタイミング合わせて。はい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 、やったりとかしたことがある。ナオトインチライブの動画とかそういうことやる。でもいじるんだね、自分の。そうそうそう。で叩いたやつを、うん、例えば録音できるの、こうやってサンプリングで。じゃあみんなで見ましょう。でそれに合わせて、じゃあルーパーの。そうにもできる。そう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 。それをだからフットスイッチかなんかで、あの、いろいろできるわけよ。で今はマニュアルでやったから。へぇー、1個だけ、こうやってこれだけ取っといて、はい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 、で、なんか適当に音が変わっちゃうんだけど、でテンポにも変えられて、すごい。こうやって遅くなったりとか、you
でも続けられちゃう。いくらでも続いちゃう、ね。いいね、いいね。一人で練習してるより全然楽しい。